にちは。今日はちょっと曇りなんですよね。まあいいでしょう。視聴者さんからですねリクエストをいただいていたのをあっと思い出して、多分2ヶ月ぐらい前のリクエストなんですよね。それをちょっと撮影しに行こうかと思います。あるかわかんないんですよね。直美さんかビオラヨさんかちょっとどなたか忘れちゃったんですけど、ごめんなさい。風林物騒芸、竹富島の風林物騒芸を見せてくれないかということで、物騒芸っていうのはいわゆるハイビスカスですね。風林のような雰囲気のハイビスカスがあるわけです。さあちょっと寄り道するんですけど、ここですね、この木、今まで気がつかなかったんですが、じゃーん、先島周防なんですよね。先島周防ってね、西表とか、石垣島にしかないのかなと思ったら竹富島にもありました。この板状の根っこがね、特徴ですね。これ今だいたい30センチぐらい高さがあります。種もね面白い方、これ先島周防の種なんですけど、わ、根っこ出てる。うち持って帰って植えよう。このほらウルトラマンみたいな感じ、これ先島周防の種ね。あ、なんか火星人みたいになってるね。まあこれがね特徴ですね。上の方には特徴がないからね、全然気がつかなかった。それで騒いでたらね、島の青年が教えてくれてね、もう一個あるということで、もう一つの先島周防をね探しに行きましょう。面白いでしょこれ。さあここですね、ここ竹富町、竹富島、町並み館とありますが、まあ公民館ですね。島の方々が集まる場所です。そこに、竹富島交通さんのねバス停があります。その裏側ですね、じゃーん、もう少し大きめの先島周防がありました。ほら、ここの根っこはね多分1メーターぐらいあるかな、高さが。ね、立派ですねこれ。すごい、結構高いですね。1メーターぐらいです。まあ、板の根っこ、板根って言いますね。まあ、板根だけに触ると板根になるっていうのが、上部西表島さんのガイドの中で使われているそうです。ほら、ここにもいっぱい種落ちてんじゃん。いくつかもらってこうよ、これ、ね、これね。なんかここのはちっちゃいね。やっぱ最初に拾ったのこれがでっかかったね。根っこも出てるしね、すごい。あ、熱いの結構いっぱい起こってる。全部先島周防の種だ。じゃあ風林物騒芸探しに行きます。思えば今年のね、年越しの動画で今年中に結婚するって宣言したけど、何にも状況は変わりませんでした。絶望で。水牛車確保のスタッフさんがね、水牛さんの匂い消し巻いてますね。これはね、修繕が決まった和みの塔。嬉しいね、直してくれるなんて。もう直してくれないのかと思ったよ。あ、これね、これ二等米カズラって言ったかな。可愛い花ですね。あとこれ、これね、これポトスです。ポトスの幹っていうの、こんな太いですね。これポトスの幹ですね。もう化け物みたいになってます。すごいね。
声優さんももう仕事が終わりの時間です。あ、かろうじていくつかあった。これですね。これが風鈴物騒芸、風鈴みたいな形してますね。ブーゲンビリアの道ですね。いい感じだね。いや、あとですね、植物とか動物とかじゃないんですけど、ちょっと面白いものがあって、意外にその誰も注目してないんで、ちょっとお見せしておこうかなと思います。ちょっと中までは入れないんですけどね、外側から。内森荘の裏側にいますね。これが新しくて、すごいかっこいい宿になってます。ほら、なんか城下町みたいになってるね。その後ろに内森商店があるんですけど、内森商店さんのですね、あそこ、これ木で作ってあるんですよね。木を掘って作ってあるヤシガニなんですけど、すごいでかいんですよ。横が多分2メーター50ぐらいあるのかな、3メーター弱かな。縦1メーター50ぐらいあるかな。ちょっと近くでお見せして。これ以上入っちゃダメだよな。すごい、すごいでかいよねこれ。これね、誰も注目しないんだけど、まさにインスタ映えなんだけど月曜から土曜日で、10時から、6時まで。さあ、どうでしたか？なんかね、面白かったんじゃないかなと個人的には思うんですけど。じゃあ皆さん、ご視聴ありがとうございます。また次回。ありがとうございます。なんか来たとこ、うわ、なんだ、あ、税務署だ。税務署からなんか来てる。恐ろしいな。